皆さんこんにちは。木更津総合高校の渡辺です。つい先日 IOC の臨時総会がモナコで開かれ、オリンピック復活に向けて大きな採択がされました。2020年の東京オリンピックで野球ソフトボールが復活するという本当に嬉しいニュースです。ぜひ実現のために皆さんで協力、そしてバックアップをしていただけたらと思います。本日は木更津総合高校、そして渡辺が取り組んでいる技術をご紹介いたします。初心者の方、そして初めてソフトボールに取り組む方、そういう方にぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。ぜひ一緒に頑張りましょう。じゃあまず最初にキャッチボールをやるときに3段階に分けてボールを投げる、これをいきたいと思います。まず胸の前に両手を構えます。リラックスした形です。足の幅は肩幅よりやや広めぐらい。1で真横にスライドさせます。2で耳の横にボールの手のひらの内側を向けるようにして持ってきます。3で顔の前でボールを離します。その3段階でやってみます。はい、はい、じゃあちょっといいですか。2の段階で2の1でなぜ内側を向けるか、これが2のところで手が正対、相手に正対しますと投げるときには顔からどんどん手が離れて外側を手が向くことになってしまいます。ですので2のときにはなるべく手は内側で、徐々に顔の前に行くに従って手のひらが相手に正対するという形がいいと思います。外側を向けない、顔の前で初めて手は相手に正対をします。じゃあもう一度やってもらいます。